ははい、えー、こんににちはレトスノーノですす月17日の3問に入ります A は第三者 C の詐欺により A 所有の土地を B に売却し移転登記もなされたこの詐欺について B が全有価質の場合 A は詐欺による取り消しを主張できる○かスかという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですねで今回の問題文の状況なんですけども A は第三者 C の詐欺によって土地を B に売却したということなんですよね A さんは C からの詐欺によって土地を B に売却したで B さんについてはこの詐欺について全意有価質だったって書いてありますね 有価質だったと書いてありますつまり B さんは詐欺について知らなかったでもその知らないことに対して落ち度があったということですねだからちょっと注意していたら分かる話だけども、まあ、注意してなかったことによって詐欺の事実を知らなかったという状況ですでルールはどうなっているかというと第三者 C から詐欺を受けた場合詐欺の事実について相手方 B が過失なく知らない場合つまり全員無過失だった場合 B は保護されるんですね。したがって A は取り消しはできないです。一方で、B さんが悪意だったり、有価質だったりする場合っていうのは、B さんを保護する必要性が低いので、A さんを保護するんですね。つまり A さんは B さんに対して取り消し主張ができます。 まあここにちょっと書いてある内容なんですけれども、有価質の場合、詐欺を受けた A さんを保護して、A は取り消しができるっていうことです。今回、問題文を見ると、B さんっていうのは有価質、つまり過失がありますよね。だから、B さん過失があるんだから、B さんを保護する必要性は低いですよね。だから、A さんを保護しましょう。A さんを保護するってことは、A は取り消しを主張することができるということです。取り消し主張ができるということは、この土地を取り消し、 取り戻すしたがって、A は詐欺による取り消しを主張することができる、丸っということになります。で問いにですね、卓、え、券、ー、業者の免許の有効期限は5年で、免許の更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない、丸か×かという問題です、えー。答えは×ですね。この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りです。 免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新っていうのは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば、まあ、200日前とかでもいいことになるんですよで。それはダメですよね。例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるから、これもダメですし、また、 有効期間満了の日の15日前、まあ、これだと遅すぎるんですよねこれでもダメだとこの間でやってくださいねって話ですで、えー、これだけ覚えるのは、まあ、非効率なんですよねで短期講座では4つのポイントをお伝えしております、まあ、こういった部分ですね関連ポイントを合わせて勉強するとこれが重要なので、まあ、こういった勉強を是非、ねえー、自ら行っていきましょうでは問いさんです 当該、切り道をする土地の面積が600平米、かつ高さ1.5メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。丸か罰かという問題ですで。答えは、これ丸ですね。切り道をする面積が500平米を超えているので、知事の許可は必要となってきます。宅地造成等工事規制区域内において、 下記いずれかに該当すす。る場合、知事の許可が必要で一つ目、霧道、もしくは森道する面積が500平米を超える場合。二つ目、霧道をして高さ2メートルを超える崖を生じる場合。三つ目、森道をして高さ1メートルを超える崖を生じる場合。今回は1ですね。600平米なので500平米を超えています。なので、知事の許可が必要ということになります。 で、ちなみに今回は2番これ満たしていないですよね。満たしていないんですけども、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なんですね。この点は注意をしておきましょう。これは基本問題なんで絶対解けるようにしていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。 わからないいい部分について質問がしたい忙しくて時間がないけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話しした5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております 短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。